時刻は10時30分を回りました。皆さん、こんにちは。池田あゆみのリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は、面白いを形にの AI プランニングと、壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは、一生もののリファーラルを提供することで、働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組は、リファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では、皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオで配信しておりますから、ぜひ FM ギノワンを検索してアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。はい。さてさて、今週も始まりました、リファラルフォーライフのお時間でございます。もうね、夏真っ盛りで暑い日が続いておりますが、まあ、暦の上ではね、2週過ぎて、まあ、もう秋にはなっているけど、ほど遠い暑さという感じになってますね。今日私はですね、地元の埼玉県草加市からお届けさせていただいているんですけれども、まあ、ちょうど今まさしくね、皆さんお盆のお休みで、もしかしたらご自宅でね、ゆっくりしてらっしゃる方もいらっしゃれば、今年は久しぶりに、故郷にお戻りになったりして、ご家族ですとかご親類の方と久しぶりにお顔を合わせている方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、お盆ですからね、今皆さんお墓参りをされたり、ご先祖供養されてらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私もね、何度か以前にお話ししたことがあるんですが、以前、一時、お寺に嫁に行ってた時期がございましたので、まあ、このね、お盆の時期っていうのは本当に私たちにとってはもう最繁忙期といいますかね、めちゃめちゃ忙しい時期でしたね。まあ、ニーボンの、ね、方なんかは本当にお迎え日を立たれたりとか、いろいろご準備も大変でしょうし、おちょうちんをお持ちになってね、ご自宅にご訪問される方もお客様も多いことと思いますけれども、このお盆っていうのはですね、やっぱりこう自分をが生まれた、来たルーツに関わる、方たちを、まあ、この世に姿形はなくても、そういった方たちを敬える、改めて思い返せる、とっても大切な時間じゃないかなというふうに思います。私自身もですね、まあ、近い身内を、まあ、もう私が生まれてからも亡くした経験も多々ありまして、まあ、祖父母でしたよね。まあ、両親とも、もう祖父母はもう他界しておりますし、私は、3歳下に、年子の弟と、ね、3歳下に弟がいたんですけど、下の弟が赤ちゃんの時に亡くなってたりですとか、まあ、他にも親戚が亡くなったりとか、まあ、いっぱいいっぱい私も経験はしております。そしてお寺に行った時はですね、やっぱりそういった方々がお寺にお参りされてご供養される、それは、まあ、自分たちをいつも見守っててくださってる感謝をお伝えされる方もいらっしゃるし、本当にね、まだ悲しみの中から立ち直れない方もいらっしゃるし、まあ、いろんな思いを持ってお寺にお参りされる方たちが多いんですけれども、まあ、そんな方たちの、思いをこうギュッといろんな方たちと共有できるいい時間じゃないかなっていうふうに思います。これ本当に仏教の素晴らしい習慣だなというふうに思ってます。まあ、今までね、コロナでなかなか皆さん、地元にお戻りになれなかった方たちも多いと思うんですが、もう今年はね、やっとこうその辺の規制がなくなって、地元に帰られたので、皆さんゆっくりできてますでしょうか。で、また今日ね、15日ですから、帰りの渋滞がね、すごく起こるんじゃないかなっていうふうに思いますので、長距離ドライブの方、また新幹線や飛行機でお出かけの方、どうぞお気をつけて、お家にお戻りくださいね。残りの時間、ぜひ楽しんでください。
はい。ではですね、今日も早速ですけれども、とっておきのビジネスパーソン、私のもう大好きなゲストをね、お招きしたいと思います。はい。今日は、もう私が本当にですね、なんていうのかな、ユニークで、この方をね、こう、いろんな方にやっぱり広めたいなって思う、もう大好きな人のお一人です。本日は長野剛税理士事務所から代表の長野剛さんにお越しいただきました。長野さん、こんにちは、はい。こんにちは。よろしくお願いします。お招きいただきありがとうございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。今日も暑いですね。暑いです。はい。長野さんは今日はどちらからご参加いただいてますか？今日は横浜の秘密基地からお届けしてます。なるほど。普段はね、横浜の中華街に事務所を構えていらっしゃるんですよね。はい。お近くからということでね。まあ今日もね、本当全国的に暑いと思いますが、沖縄の天気もね、どうかなと思いながら、埼玉と横浜からじゃあ元気にお届けしていきましょう。長野さんと私の出会いは、そうですね。まあ、初めて会ったのは多分2、3年前なんですけれどもね。長野さんとは1年ぐらい前に私の講座にご受講いただいて以来のお付き合いっていう感じになりますね。はい。はい。もう最初はわざわざ仙台までお越しいただいたんですよね。はい。はい。その後はですね、もう私の講座が各地でやってるんですけど、神出鬼没でですね、いろんな会場に、ね、お越しいただいてて、もうお顔見るとほっとするんですけどね。はい、そうですか、ありがとうございます。うん。まあね、音声でお聞きいただいてる方、ちょっとね、長野さんのお顔が見えないのが残念だと思うんですけど、あとでね、FM ギノワさんの YouTube ですとか、センティブジャパンの YouTube ご覧いただくとお分かりになると思うんですけど、すごくね、柔和なお顔立ちされてて、なんて言うんだろう、あったかくて優しくて話しかけやすい感じの先生なんですよね。とんでもないです。はい、もういつもね、各地で、福岡とか、この間はね、山口までお越しで、はい、ね、もう長野さんというと電車がお好きということで、もう受講生の方たちの中ではすごく有名なんですけど、はい、はい、そうです。はい、乗るのが大好きです。乗り鉄っていうやつですね。乗り鉄ですかね。はい。なるほど。電車自体にはあんまり興味ないんですけど。あ、そうなんですか。中から見る景色とか。はい。あとは時刻表ですね。時刻表は私大好きなんですよ。へぇー。時刻表はどういうところが面白いんですか？ちょっと誰も理解していただけないんですけど、はい、時刻表を見ていただくとですね、行き先が違うのがあるんですよ。はい。例えば新幹線でも、はい、新大阪行きのやつもあれば、はい、博多行きがあったりとか、はいはい、で中に広島行きとかですね、はい、なんで広島で泊まるんだろうとか、はい、あと名古屋行きとかですね、いやこれ名古屋で泊まられても、私大阪出身で今神戸に実家があるんで、はい、名古屋で泊まられるとちょっと困るんだよなとか、そういうのをちょっと考えてるとすごく楽しいんですけど、誰も理解していただけないんですけど。目標から、はい、乗ってる気持ちを味わうっていうことなんですか？そうですね。行き先とか、あとは、こだまって必ず望みとかに抜かれるんですけど、はい、それどこでどんな感じで抜かれるんだろうとか、はい、3本ぐらい、望みを待たなきゃいけないとかあるんですね、こだまの中で、ね。その間の、こだまになった気分になってるんですかね、自分が。こう早く行きたいのに、望み先輩が行くまで動けないみたいな。なるほど。そういうのを妄想してると、ちょっと楽しいんですけど。へぇー、はい。そういう楽しみ方、初めて聞きました。そうですか。あ、でも時刻表が好きっていう方いらっしゃいますよね。はい。そういうことですね。で、そういう妄想を楽しんでらっしゃるんですかね。はい、どうなんですかね。人それぞれだとは思うんですけど。はい。はい。私はそういう楽しみ方をしています。なるほど。
今までそんなこと考えたことなかったけど、今度なんかちょっと見てみたくなりました。確定とか特急とか急行とかあるところは本当に、すごい面白いんですよね。はい。なるほど。そっか、のぞみ先輩に抜かれる小玉ちゃん。はい、気持ち。そうなんですよ。のぞみ先輩待たなきゃいけないっていうですね。はい。小玉さんの哀愁があってですね。なるほど。はい。なるほど、面白いなぁ、まあ。あとはね、在来線とかもね、いろいろありますね。そうですね。はい。まあ、日本はね、鉄道王国ですから、もういろんな各地行くのに鉄道を使われて楽しんでる方もいらっしゃいますもんね。はい。ね、他にもね、長野さんはもう私たちはね、チャンさんとお呼びさせていただいてるんですけど、はい、チャンさんといえばもう中国がお好きということでね、はい、はい、有名ですけど、なんで中国への思いをお持ちなんですかね。この質問が一番困るんですけど、私実は、はい、なんでか分かってないんですよ、自分も。はい。で、まあ、一つヒントになるのは、父親がですね、父親も同じように中国とビジネスをしていて、はい、で、まあ、それだけじゃなくて最終的に中国に行って、うん、中国で仕事をしてましたんで、うん、父親のはですね、そうなんですね。だからまあ親子で好きは好きというか、はい、で好きっていう感情もですね、ちょっと実は厳密に言うと違うかなと思ってて、はい、なんていうんですかね、ふるさとっていうか、うん、自分の故郷って好きとかっていう感情じゃないじゃないですか。まあ、はいはい、好きは好きっていうか、まあ大事にはするけど、まあ運命っていうか、まあ、しょうがないよねって、自分のふるさとだからっていうところがちょっとあると思うんですけど、それに近いかなっていう。別に中国で生まれたわけでもないし、親族に中国の人いるわけでもないんですけど、はい、なんとなくふるさとみたいな感じです、自分の。なるほど。はい、こう自分のこう心の安定の安住の地という、そうですね、そんな風に感じていらっしゃるっていうこと。そうですね、今コロナで行けないですけど、はい、コロナ前はよく中国に行ってまして、うん、大連の空港とかに着くとすごくこう落ち着くっていうんですか、はい、なんか帰ってきたなっていう感じ、全然か、故郷でも何でもないんですけど、はい、なんかそういう感じがするんですよ。してたんですよね。なるほど。はい。で、そういう場所だと思ってます、自分では。なるほど。まあ、もしかするとね、前世とかね、もし本当にあったとしたらば、はい、そこに住んでたのかもしれないですね。そうですね。なんかそんな言葉では表せられないような、魂で感じるようなものがあるのかもしれないですね。はい。はいはい、そんな長野さんなんですけれども、今税理士さんというお仕事をしていらっしゃいますけれども、はい、まあ、はい、具体的にはどういったお仕事、どういうお客様のお悩みを解決していらっしゃるんでしょうか。はい、まあ、ざっくり言いますと、税金の申告手続きですね、まあ、計算をしてとか、まあ、そういうことなんですけど、法人向けにはですね、例えば法人税の申告、それから、その、まあ、元になるですね、決算書を作ったりとか、まあ、もっと言うと、毎月の売上いくらですよとか、経費いくらですよ、利益いくらですよっていう、まあ、それを月次で出していって、で、まあ、決算前にはですね、大体納税額このぐらいになりそうですよとかですね、そういった、まあ、ご提案というか、もさせていただいてますし、個人の方であれば、所得税とかですね、確定申告ですね。はい。から、資産税ですね、相続税とか、贈与税とか、うん、まあ、各種税金のご相談と、まあ、申告の手続きと、それに伴うご相談、まあ、事前相談ももちろんですけども、うん、させていただいております。なるほど。まあ、そのお金回りのことっていうのは、やっぱ結構、こう、細かいし、まあ、毎日のことだったりするんですけど、それがなかなかできなかったりとかですね。はい、そうですね。はい。ね、それがたまりにたまって、あらーっていうね、決算前とか確定申告前に大慌てみたいなね。はい。ますけれども、もちろんそういった計算っていうのもそうなんでしょうけれど、
まあ、それだけじゃなくて、やっぱりお金の面ではいろんな悩みもあると思うんですよね。一緒に残ってるお客様とかいらっしゃいますか？そうですね。まあ、今もお付き合いいただいている方で、その方も中国の方なんですけど、個人からですね、法人なりをするっていう時に、私を、まあ、お探しいただいて、そこで、まあ、ご相談させていただいてですね、そこから今年で7期目、あ、8期目ですね。今8期目なんですけど、ずっと携わらせていただいていまして、まあ、その都度ですね、お店を、中華街じゃないところにお店があったんですけど、中華街に出すとかですね、まあ、少しずつ発展して、いっているのを、まあ、真横で見れてるっていうのがですね、本当に、まあ、これは税理士の醍醐味なのかなと思ったりとか。で、決算書とか、まあ、申告書っていうのは、過去の数字なんですよね。過去の数字を、まあ、集計して、決算書を作って申告書を出してっていうことなんですけど、まあ、今までの税理士だとそれでだけでもよかったんでしょうけど、これからやっぱり過去だけじゃなくて未来も見れる税理士を目指したいなと思ってて、で、事業計画とかですね、あと資産形成とか、まあ、その辺のお手伝いも今、その会社さんもそうですけども、させていただいております。なるほど。ははい。い。ありがとうございます。そんな、ね、税務、またいろんな経営のご相談を親身になってくださっている長野さんなんですけども、なんでそのお仕事をしていらっしゃるんでしょうか？ですね、直接のきっかけは、私前職が医療法人の経理をやってたんですけど、そこで、まあ、その医療法人の顧問税理士さんからですね、長野くんは税理士になったらどうって言われたんですよね。多分、まあ、軽い冗談というか、何の他意もなかった発言だったと思うんですけど、私はそれを真に受けて、当時税理士っていう仕事は何する仕事か知らなかったんですけど、まあ、そこから、勉強して税理士になったんですが、まあ、よくよく考えてみると、うち実家がですね、料亭をやってまして、大阪でフグの料亭やってましてですね、で、まあ、そうですね、週に1回とか2週間に1回ぐらいですね、朝ちょっと早めに起こされまして、母親にですね、で、朝食を食べながらですね、取りながら、前日のお店の、売り上げをですね、金庫から持ってきて、で、私の目の前で、私はパン食べてるんですけど、私がパン食べてるのを見ながら、母親がですね、金庫からお金を取って、これは仕入れ、フグの仕入れに使う。で、これは誰々の給料に使う。で、これは水道代とかですね。こう、目の前で分けていってたんですよね。あれは多分わざとやってるというか、教育の一環として多分やってたんだと思うんですけど、その時間がすごく楽しくて、私にとっては。で、最後の最後に残ったお金が、まあ自分の、私の小遣いになるわけですけど、自分の小遣いってどこから来るのかとか、まあ当然、売上が全部自分の小遣いになるわけがなくてですね、その売上を上げるために、支払わなければいけない費用があって、っていうことを、まあ、当時小学校2年生とか3年生ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そのぐらいの時から叩き込まれたっていう。で、まあ、私自身もそれが楽しかったですし、で、たまたま医療法人の経理になった時に、同じようなことをやってましてですね、結構みんな嫌がるんですよね。現金を扱う仕事ですから、まあ、何かあったらね、責任取らなきゃいけないとか、いろいろおっしゃってたんですけど、私はすごい楽しくてですね、でもお金数えるの大好きでしたし、それで帳簿を作ってですね、ピタッと一致した時はもう言葉に表せないぐらいの快感でですね、
まあ、そんな体験をずっとしていたときに、税理士どうって誘われたんですよね。まあ、それで、そのまま、真に受けて、勉強したっていう感じです。なるほど。はい。まあ、小さい頃のね、ご自身の環境の中で、まあ、お母様が意図して、ね、やってたか、まあ、定かではありませんけれども、そういったお金の大事さとか、今度はお金の使い方の大切さだったりとか、そういったものを、なんとなく、こう、家庭の、ね、食卓の中で自然と見ることで、お金に対しての興味っていうのはその頃からお持ちだったのかもしれませんね。そうですね。まあ、あと、フグっていう、のは季節によって、こう、売り上げが、こう、少なかったり多かったりしますんで、そういうところにも気づくというかですね。なるほど。まあ、そのお店の経営の、まあ、一部でしょうけれども、なんとなくそれをやっぱりお母様がこう見せてくださってることで、こうね、ベースがあったというか、関心を持つようになったのかもしれませんね。私自身もそうですけど、家が商売やってると、やっぱりそういうところに関心を持ったりとか、当たり前にあることになってきますから、それを大人になってやるんだなって自然に思いながら育ったりするってことはありますよね。そうですね。でもまあそんな中で、まあ、お金に関して、税金に対して、ね、使い道に対してとかね、まあ、逆に入ってくる方に対してもそうでしょうけれど、そういったことを子どもの頃から、ね、お母様がこう教えてくださったことがきっかけで、また税理士としての一歩を踏み出して、今ご活躍されてるということなんですね。はい。では、最後にね、もう一つお伺いさせていただきたいんですが、そんな長野さんですけれども、税理士としてご活躍されてますが、どんな方をご紹介してほしいでしょうか？まずはですね、法人の経営者なんですけども、やはり思いが強い方ですね。私は人のゴールというか夢をですね、伺うのが大好きで、そこに、まあ、少しでもですね、自分がお役に立てればいいなと思ってますので、まずはやはり非常に強い思いを持たれている法人の経営者の方は非常に嬉しいです。で、それと、まあ、先ほども少し出てきましたけども、中国との縁が私は、どういうわけか、理由はわからないですけども、強いですね。で、事務所も中華街にありますし、私自身もそうですが、中国語を話せるスタッフも何かおりますので、日本で頑張ってらっしゃる、中国人の経営者の方、をご紹介していただけると非常に嬉しいです。で、特にですね、私中国ってまあ広い国なので、あれなんですが、私がね、まあよく言ってた、寒い地域の中国の東北部ですね。昔日本は満州と呼んでた地域のあたりのですね、ご出身の方だともっと嬉しいです。ありがとうございます。思いの強い、経営者の方、そして中国の方ですね。まあ、長野さんご自身がネイティブレベルのもう中国語のスピーカーでもいらっしゃいますからね。そんな方で税金のこと、お金のことでご相談ある方は、ぜひ、長野剛税理士事務所の方までお問い合わせいただくか、もちろんこの FM 宜野湾、の E メール、またはアセンティブジャパンのホームページの方にぜひお問い合わせください。本日は長野剛税理士事務所代表長野剛さんお招きさせていただきました。長野さんありがとうございました。はありがとうございました。い、では最後に番組からのお知らせでございます。もう毎月恒例になりました。アセンティブジャパン私の講座ですね。9月6日、ワンデーセミナー in 沖縄ということで、今回も中城の方で開催させていただきます。ちょっとね、コロナの感染で8月が残念ながら、開催ができなかったので、9月はぜひともやっていきたいと思っています。中城のセミナー会場、詳しくはアセンティブジャパンのホームページの方まで、ご検索ください。また、沖縄で受けれないよという方は8月6日オンラインセミナーもございます。こちらも合わせてアセンティブジャパンホームページの方から、お問い合わせもしくはお申し込みいただきたいと思います。
はい、さてさて、8月も半ば、ね、折り返しになってまいりました。今日は各地で皆さん聞いていただいていると思います。でもね、もしかするとお仕事中の方もいらっしゃると思いますので、ちょっと一息ついていただけたかなというふうに思います。運転中の方はぜひお気をつけて、この先ね、目的地まで行ってください。では、8月後半戦、これからお体にも気をつけて頑張っていきましょう。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お目にかかります。お相手は池田あゆみでした。皆さん、いってらっしゃい。